皆さんこんにちは。婚約破棄しといて復縁を迫るとはどんな神経しているんだと思うメイドのリコです。今回はそんな女性向けの恋愛作品、真実の愛を見つけたと言われて婚約破棄されたので復縁を迫られても今更もう遅いです、です。作者は綾と夢様です。真実の愛って何でしょうね。確かめてみましょう。これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。それでは、真実の愛のあらすじはこちらです。すまないマリアベル、婚約を破棄してほしい。マリアベルに非はないが、真実の愛とやらを見つけてしまったらしいので開幕婚約破棄をされてしまう。マリアベルは将来エドワード殿下を補佐する立派な王太子妃になるため日夜勉強をしてきた。愛も知らず、ただ殿下に従い、心を慰めるために生きてきたマリアベルは素直に婚約破棄を受け入れる。真実の愛は国家や家族よりも重要だからね、しょうがないね。バークレイ伯爵家と戻ると、責められることもなく父親によしよしと慰められ、娘の努力がわからなかった殿下をディスる。なんと、真実の愛を目覚めさせたお相手は平民の娘であった。父親の殿下へのヘイトは溜まっていく。領地へ戻る準備をしていると、殿下がお忍びでやってくる。どの面下げてやってきたのかと思えば、アネットなる女性の教育係をしてほしいと頼んできた。もちろんお断り申し上げて、領地へ戻ることも伝え、すでに婚約者ではないので名前で呼ばないようにと釘も刺す。しかし、国王からの御旨。御旨、ここは日本だった？王室の印象が入った風呂の手紙が来てしまい、断れないのでお茶会へ行きたくはないが行くことに。王妃とお茶会をすることになったようだが、殿下たちも来たようでお茶を共にすることになってしまった。この子が問題の真実の愛ちゃんことアネットである。座る時にはテーブルにぶつけてしまったのか音を立てて座ってしまう程度には立ち居振る舞いができていなかった。その場に漂う緊張の瞬間、殿下が何とか紛らわすも、王妃は、お若い者だけで、みたいな雰囲気で退場してしまい3人になってしまう。品性を感じない元気っ子なアネットと殿下のイチャイチャを見せつけられていたが、愛する相手を君にも見つけてほしいと言いつつも、黒髪目隠れ側近のサイモンと結婚してほしいと抜かしやがる。一方、ガレリアテートでは、将来の花嫁を想像してどんな花が似合うだろうかと考える男がいたのだった。という感じです。ま、この男が皇太子殿下でマリアベルと結婚するのは皆さんお察しの通りでしょう。なんでそんなことになったのかというと、なんででしょうね。バークレイさんの麦を流通させる代わりにマリアベルの結婚相手を見つけてほしいと皇太子にお願いしたら、よし、俺が妃として迎え入れようとなりました。うん、ほんと意味がわからない。漁師個人が重要なはずの麦を他国に流通させてもいいの？個人的な条件出してるから絶対国に許可取ってないよね。友好国なら問題ない。一つ理由があるとするのなら、みんなの手本になるようにしようと思ってる、という言葉に対してその心意気は素晴らしいって認めたところでしょうか。でもそれって上に立つものなら当然じゃない？それが決め手とは到底思えないです。これ恋愛もの、しかもあなたは皇太子だよ。ちょっとは考えましょうよ。皇太子の惚れる理由がわからなければマリアベルが惚れる理由もわからない。誰かを好きになって結婚したとしても、真実の愛で裏切られるかもしれないという恐怖心があったわけですよ。結婚すること自体はいいかもしれない。政略結婚だってあるわけだし。皇太子だって共に愛を育んでいこうみたいなことを言ってるから、プロポーズ時に好きである必要はないですし。後で詳しく話しますが、花祭りというお祭りがその日あり、一緒に巡った最後にプロポーズをされたから受け入れたという流れになっています。そうはならんやろ。なんで裏切られるかもしれないという恐怖心がなくなったの？どうして皇太子を信頼できると思ったの？ちょっとどころじゃなく展開が早すぎますね。さらに、この二人の関係も意味わからなければ王国にいるバカップルも意味がわからない。アネットは酒場の娘だったようなんですが、まずどうやって出会ったの？婚約している王太子だよ。出会ったとしても、そんな親密な関係になれますか？何かしらあったんだとしましょう。そうだとしてもなんでアネットは王妃になることを受け入れたの？贅沢三昧のニート生活ができるとでも思ってたのかな？
情報伝達手段が全然ない状態では、人の税金で私腹を肥やしている人間くらいだったとか。それで王妃になるために修行をしているのはすごいとは思う。思うけど、本気で王妃になろうという心意気がないのになんで王妃になろうとするのか。そしてなぜ殿下はただの町娘を王妃にしようとするのか。やり方なんていくらでもあったと思うんですよ。お互い政略結婚なんだし、王妃はマリアベルのままにして、目かけとしてアネットを置いておけばよくない？それか退位して一般人となってアネットと暮らすとか。お前は一体今まで何を学んできたんだと、王家としての誇り、メンツはないのかと。非常に優秀なご令嬢を婚約破棄して、新しく迎え入れたのが平民の娘では反発必至でしょうね。政治にはそこまで詳しくないですが、もしかしてそこまで影響ないの？本当にいい？真実の愛とやらがあるんだったら身分を捨てるくらいの覚悟を持ったらどうなんですか？あなたが言う真実の愛とは一体何？どうして女性側にだけ無理強いさせるの？淑女ではない、何も気にせず気楽に話せる女性を気に入ったって程度の愛情なの？すでにいる婚約者を捨ててまで平民と結婚したいと思った真実の愛とやらが、大層な言葉を言う割には全てを投げ打つ覚悟、本気度が全然伝わってないんですよ。何よ真実の愛って、まずは現実を直視しなさいよ。キャラ設定は本当にひどいと思う。そこから作られる物語もお察しレベルではあります。まあ、いつものではあります。マリアベルは帝国に嫁ぎ幸せに。アネットはマリアベルに比べ全然ダメだ。本当に立派な王妃になれるのだろうか。というのをやったくらいです。構成としてすごく気になったのは、最後の5話目がなぜか回想なんですよね。誰のかというと、皇太子と少し前まで仮初めの婚約者を務めていたいとこのです。比重的にはいとこの方が大きいかなって感じ。いやなんでそこで回想が入るわけ？王国では王子と平民の娘が悪役令嬢の妨害を乗り越えて幸せになるという劇が流行っていて、それに対抗してこちらも劇を作ろう。って話を帝国側はしようとしているんですよ。じゃあその劇の話作りをまずは入れるべきじゃない？確かに回想では今後ライバルとして出てきそうな人物だったり他国との関係性が説明されたりしてましたよ。でもそんなのは出てきた時にでも説明すればいいようなもので今やるべきことじゃないと思うんですよ。その劇作りに大きく関わってくるっていうのなら入れないといけないけど必要あったかな？今必要なのはそれよりも新しいカップルの情報だと思いますよ。しかも最後には運命の女性を探しに行くかとか言ってるけどもう見つかってるじゃん。プロポーズも受けちゃったじゃん。その回想をやるんだったらプロポーズ前にやらないとじゃん。いくら結果が分かっていようと。なんで結ばれた後にその回想を入れちゃうのかな。悪いところばっかりだけども花祭り自体はとっても良かったと思います。男性も女性も目の粗い帽子をかぶりもらった花をそこに刺すんですって。そして渡す花によって意味が違い、建国祝いには白、家族や友人には黄色、恋人には赤い花を贈るようです。あと一輪の紫のバラは求婚中だそうです。何このおしゃれでドキドキしちゃうお祭りは。乙女心がキュンキュン来ちゃいました。地球だと何に近いんでしょうね。日本以外のバレンタインデーかな。このデート自体はとっても良かったですよ。二人とも非常に楽しそうでしたし。これでプロポーズせず終わって、また別なイベントで親密度を上げて、ってやってくれたらよかったのに。このお祭り私も参加してみたいなぁ。たくさん花を刺されて頭重たくなっちゃうんだろうなぁ。ねぇ。あと作画は非常にいいですね。特に人物たちの表情がすごくいいと思いました。目と眉の動きだけで感情を表現しているコマがものすごく引き込まれるようで繊細さを感じます。セリフだけではなく、表情からも語りかけてくる感じ、大変素晴らしいですね。細かな感情の機微が伝わってきて、恋愛作品って感じがします。おかしいなぁ。今まで恋愛ものはいくつも見てきていたはずなのにこんなに細かく感情の機微を表現している作品なかったなぁ。本来だったらそういう細かさを表現して叱るべきはずなんだけれども。という感じで、漫画家のおかげで多少良くなっている感じはしますが、もっと人間関係や性格、心情などを表現してよって感じでした。私と花祭りに行きたいと思った方はぜひ読んでみてください。今回の動画はいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままに話していきます。
私に話してほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバーシップもありますので、よければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回、感想を言いたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。